兄さん。よう。こんにちは。お兄さん、この前の水族館デート、ありがとうございました。とっても、とっても楽しかったです。はい、嬉しい。お前にしては、まあまあの内容だったな。はい。あ、はい。この前は掃除が心配だからついていっただけだ。自然のイルカ、見たい。お兄さん、サラちゃん、本気ですよ。イルカ。本気のサラちゃんを止められる人はいません。観念してください。私のこと騙したのか？許さない！もうすっかり仲良くなれたよね。出会ってからだいぶ日にちも経ったし。うん、そうだな。宗樹の心が通じない相手なんかいるわけないよ。でも宗樹よりもサラちゃんの方が好かれてるような気がするけど。何言ってるんだ。もっと自信を持たなくちゃ。掃除は世界で一番可愛いし優しいんだから。ありがとう、サラちゃん。それで差し当たっての問題はお風呂かなと思うんだけど。そうね、綺麗にしてあげなくちゃ。一緒にお風呂に入って体中洗ってあげて。ダメダメ、一緒に入るのはダメ。そんなの汚いよ。掃除はちょっと構えすぎだよ。どっちが主人なのかちゃんと教えないと。あら、お兄さん、こんにちは。なんかおどおどしてるな。お前何かしたのか。まさか掃除を悲しませるような。なんだ、そんなことか。遠慮しないでいいのに。そうですよ、お兄さん。そんな時はすぐに声をかけてください。うちで飼ってる動物の話をしてたんだ。ペットとは。小さい時から育ててたんですけど、すっかり大きくなっちゃって。すごい、大当たり、正解です。へえ、よくわかったな。そ
そうだ、お兄さん、ソウジュたちのお家に馬を見に来ませんか？馬たちも喜びますし。こいつが来てもあの子たちは喜ばないさ。ううん、きっとあの子たちも喜ぶと思うわ。うん、まあ掃除が誘ってるんだから来ればいいだろう。嬉しい。それじゃあお兄さん待ってますね。ほら、ソウジュ、動いちゃダメだってば。だってサラちゃん、くすぐったいんだもん。あ、ごめん。これなら大丈夫？うん、大丈夫。気持ちいいよ。そうか。誰か来たの？お兄さん。お前どうしてここに？偶然見つけたのか、この場所を。すごいすごい、お兄さんすごいです。この場所を見つけちゃうなんて。なんて運のいい。でもまさかお前が私たちの家を見つけ出すとは。しかもこの場所を。サラちゃん、だから言ったでしょ、お兄さんならわかるって。ソウジュ、でもこの場所は。だからお兄さんが運命の。いえ、何でもないんです。じゃお兄さん、こちらへどうぞ。ソウジュ、しょうがないか。偶然とはいえここに来られたんだから。まだ秘密です。さ、お話ししましょう。本当だ、お兄さんと一緒だと楽しくて時間が早く過ぎちゃう。おい、お前そろそろ帰った方がいいぞ。ここは暗くなると必ず迷うから。それじゃあ絶対に迷うぞ。まあいい、わかりやすいところまで案内してやる。お兄さん、サラちゃんに案内してもらわないと本当に迷子になりますよ。離れないでついてこいよ。ほら、ここからならわかるだろ。まっすぐ歩けば金響き坂だ。大丈夫ですよ、お兄さんは運命の。ソウジュ、ダメだよ。まだ決まったわけじゃ。今日のことは偶然だよ。偶然に決まってる。
そうね。もう一度お兄さんに来てもらえば、サラちゃんも分かってくれるよね。本当にもう一度来ることができたの。ごめんなさいお兄さん、まだ言えないんです。でももう一度来てくれたら。はい、また来てくださいね。来られるようならな。なぜどうしてここに来られたんだ。2日も続けてお兄さんに会えて、ソウジュすごく嬉しいです。そんな一体どうやって。このお庭にはいつもいろいろなお花が咲いていますから。そうだな、いつもここには蝶がいるから。いや、怒ってはいない。お前が今日もここに来たので驚いてるだけだ。話しましょうね、サラちゃん。ああ、そうだな。ここはソウジュとサラちゃんが一番お気に入りの場所なんです。バキューンタイム！スタート！そうなんです。お兄さんにも気に入ってもらえて嬉しいな。私たちにとってここは本当に大切な場所なんですよ。それが不思議だ。チェ、まあびっくりしたけど、まさかまたここで会えるなんて。何言ってんだ。会うって言ったんだ。ちゃんと聞け。お兄さん、向こうには小さな温室があって、綺麗なお花がたくさん咲いてるの。その先には背の高い生垣でできた迷路もあるぞ。ああ、そういえば昔、映画の撮影に使われたらしいな。他にですか？そうですね。他にあるものって言ったら、
馬屋とか。ちっちゃいけど馬術用のコースもあるぞ。お兄さん、ずいぶん歩いたから疲れてないですか？そうだな、結構歩いたし。お兄さん、どうしたんですか？お兄さん、ぼーっとしてどうした？そんなに疲れたのか？そうだ、暗くなるとこの辺りは迷うから。そうですね、残念ですけどこれ以上暗くなると。よし、じゃあ道の分かりやすいところまで案内するよ。あのお兄さん、あの明日もここに来てくれませんか？もし来てもらえたら、少女たちの宝物をお見せします。おい少女ね、いいでしょサラちゃん。いや、そのダメじゃないけど。ありがとうサラちゃん、今まで秘密にしてきたことも全部お話しします。ありがとう、お兄さん。ソウジュ、嬉しいです。私、明日はずっと待ってますから。遅くなっても、お兄さんが来るまで、ずっと。はい、ソウジュ、待ってますから。私？お前、何を。はい。私は別に。はい、さようなら。じゃあな。グルファクシー、どこだ？戻ってこい。え、お兄さん、どうしてお前がグルファクシーと一緒に。
たち以外の人間には懐かないのに。そうなんです、私たちにはとてもいい子なんですけど。本当か、グルファク氏がお前を。この子はグルファク氏といって、うちで飼ってる馬なんです。まさかこの子がお兄さんを案内してくれるなんて。ありがとう、グル。そうだろう、私もたまにこいつがユニコーンみたいに見えるんだ。サラちゃんは本当にこの子がお気に入りで、すごく可愛がっているんです。私は別に。きっとそう、私たちのお兄さんに会いたいって気持ちがこの子に伝わったんです。自分で馬屋に戻ったんだ、あいつは利口だから。でも昨日の約束通りまた来てくれたんですね、宗樹。嬉しいです。宗樹はずっとお前のことを待ってたんだぞ。ね、サラちゃん、早速お兄さんに見てもらいましょうね。分かったよ。あそこに見える場所。お兄さん、あそこが宗樹たち二人の秘密の場所なんです。あ、でも今日からは三人の秘密の場所です。こいつを連れて行くことになるとはな。お兄さん、宗樹たちはあそこで一緒に結婚式をするのが夢なんです。ちょっと古ぼけているけど、私と宗樹にはとても大事な場所なんだ。私たち二人の秘密の庭園で、宗樹たちを最初に見つけてくれた人が私たちの運命の人。二人で昔からそう信じてました。今まで誰一人としてここにたどり着いたやつはいなかった。まさかお前が。一度だけなら偶然かもって思ったんですけど、でもお兄さんは昨日もそして今日もここまで来てくれた。おとぎ話みたいって思ってたけど、本当に私たちの前に現れる人がいて、それがお兄さん。宗樹、まだ決まったわけじゃ。サラちゃん、お兄さんはグルファク氏が連れてきてくれたのよ。グルファク氏はお兄さんのことが気に入ったのよ。ね、サラちゃん。グルファク氏、それはそうだけど。お兄さんに見せたいものがあるの。あっちに行きましょう。この指輪は宗樹たちの家に古くから伝わるものです。この指輪はサラちゃんと宗樹の運命の人に最初に見せようってって決めてました。それが今日、私たち以外ではお兄さんが初めてです。お兄さんが運命の人で本当によかったね、サラちゃん。私は宗樹にはわかるの、サラちゃんにとってもお兄さんは運命の人。宗樹、お兄さん、よかったらこれからもここに遊びに来てくださいね。宗樹たち楽しみに待ってますから。
兄さん。よう。お兄さん、少女たちの家までの道、もう覚えてくれました？それじゃあ、またグルファクシを迎えに行かせましょうか。しょうがないやつだな。ほら、これをやるよ。はい、金響坂上だけの特別な地図なんです。何度もうちに来たのに。分かれ道に白い杭が立ってただろう。気がつかなかったのか。頼りないやつだな。その杭には番号が書いてあるんだ。その番号がそれだ。その番号をたどればいいんだよ。もともとあの辺は別荘地だったんです。だから分かる人だけ分かる作りになってるんです。まあでもこの地図さえあれば迷わないだろう。お兄さん、実はその地図を見つけたのは昨日なんです。サラちゃんが書斎を隅々まで探してやっと見つけ出したんです。ソージュ、そんなことは言わなくても。いや、私は。やだ、サラちゃん、顔真っ赤だよ。え、本当に？お兄さん、またソージュたちのお家に遊びに来てくださいね。私は知らないぞ。大丈夫です、お兄さん。迷ったらサラちゃんはすぐに駆けつけてきてくれますよ。ソージュ。サラちゃんって優しいから。ソージュ。じゃあお兄さん、今日は失礼します。じゃあな。お兄さん、やっと来たか。はい、よかったら一緒に帰りませんか？3人？それはそうだけど、私はお前とソージュと2人きりにできないからね。いいじゃない、3人で帰りましょう。まあいい、行こう。ちょっと寄ってみたいところがあるんですけど。ソージュ、あんまり遅くなるのは。うん、分かってる。そんなに遠くないし。お兄さん、どうですか？分かったよ。じゃあ、行きましょう。そういうわけには行きません。あ、お前は。嘘、どうしてここに？こいつ、うちの家庭教師なんだ。最近やけに口うるさいと思ってたけど、まさかここまで来るなんて。今日も帰りが遅いと思って見に来てみれば案の定。さあ二人とも、暗くならないうちにお家に帰りなさい。え、でも。ご家族に心配をかけてはダメですよ。あまりわがままを言わないでほしいな。
掃除、行こう。でも、そうね。お兄さん、ごめんなさい。今日はこれで。じゃあ。さて。いや、君に少し話があるんだ。時間いいかな？単刀直入に言おう。今後あの二人には近づかないでほしい。ジャンクション。理由が必要かい？なら教えてあげよう。君と会うようになってから二人が明らかに私の授業に集中してくれなくてね。このままでは二人の成績にも響いてしまう。理解してくれたようだね。ま、これからは君も己の身分をわきまえた付き合いをしてほしいな。所詮君と彼女たちでは住む世界が違うよ。それでは失礼するよ。いらっしゃい、お兄さん。遅かったじゃないか。掃除が心配してたぞ。いや、心配してたのは掃除で、私じゃない。あんなこと言ってる。お兄さん、サラちゃんたら迎えに行った方がいいって何回も掃除に言ってたんですよ。だから、心配してたのは掃除だって。お兄さん、道はすぐに分かりましたか？そうですか、よかったです。ホラン、掃除、話ばかりしてないで、あの子たちのところに。そうね、サラちゃん。お兄さん、こちらへどうぞ。お馬さんのところに案内します。ほら、こっちだ。離れないようについてこいよ。うちでは昔から馬がいるから特に感じないが。そうなんです。掃除たちは小さな頃からお馬さんたちとずっと一緒でした。実は今いる馬はこの家に来たばかりなんです。それまでいた馬がちょっと年を取って引退したんで、新しい馬を入れたんだ。それでここのところ掃除と二人で毎日練習してるんだ。灰色？灰色じゃない、足毛って言うんだ。そう、あの時の馬だ。こいつも覚えているみたいだぞ。ね、かわいいでしょ。当たり前だろ、大きくなきゃ乗れないじゃないか。じゃあ乗ってみましょう。お兄さん、どっちの馬に乗ってみたいですか？それは私のグルファクシだ。ん？何か言ったか？
ましょう。よし、じゃあまずお前が先に乗ってくれ。大丈夫に決まってるだろ。ほら、私が一緒に乗るから。ほら、ここへ足をかけて一気に上がるんだ。いいから早く。手綱は引っ張らずにゆったりと持って。違う、どこを握ってるんだ。それは私の手だ。あんまりくっつくな、うまく操れないだろ。いや悪かった、初めて馬に乗ったんだよな。それならばパニックになっても仕方がない。でも馬は人の気持ちに反応するから、あんまりおどおどしていると暴れ出すんだ。馬はお腹のところを両ももで挟むと歩き出すんだ。そこで軽く馬の腹を蹴ると、だからくっつくなって言ってるだろう。この馬はおとなしいんだ。落ち着け。お兄さん、今日は一緒に乗馬ができてとても楽しかったです。お馬さんたちはお兄さんが来てちょっと興奮してたけど。ああそうだ、もう少し私たちと呼吸を合わせられるようにならないと。そうね、今日もちょっと興奮して言うことを聞いてくれないこともあったし。そうだ、お兄さん明日も来てくれませんか。もう少しゆっくりと乗馬が楽しめると思います。ソージュ、何も明日も呼ばなくても。グルファクシとフリムファクシにもお兄さんと仲良くなってほしいの。どうですかお兄さん。あのな、馬は目で人を感じるんじゃない。気配や匂いで人を判断するんだ。でも、グルファクシもフリムファクシも、もうお兄さんのことを覚えていると思います。はい、お待ちしてます。ね、タラちゃん。え、別に私は。来ればいいだろう。はい、さようなら。また明日。あ、明日は掃除を待たすんじゃないぞ。遅い！いつまで待たせるんだ。時間ぴったりです。でも掃除が待ち遠しくて、お兄さんまだかなって言ってたから。いえ、お兄さんはちゃんと時間通りに来てくれましたから、サラちゃんと掃除が待ち遠しかっただけです。私は別に。サラちゃんもそわそわしてたじゃない。私は掃除が待たされるのが気になっただけで。もういいから早く乗馬をやろう。それでお前、今日はどっちに乗るんだ。お兄さん、どっちの馬がいいですか。なんで私なんだ。ソージュと一緒に乗ってやれよ。よかったね、サラちゃん。
なんだよ、その頼りになるっていうのは。じゃあ早く乗って、早く交代しよう。ダメ、ちゃんとお兄さんに教えないと。サラちゃん、とっても上手なんだから。さ、行きましょう。くっつくなってば。仕方ないな。あのね、ソラちゃん、そろそろ駆け足の練習もしようか。うんうん、そうだな。そうしよう。さっさと回ってこよう。ねえ、ソラちゃん、ただの駆け足より楽しいことしようよ。勝負するの。何かかけて。勝負？構わないぞ。それじゃあ、負けた方は勝った方の言うことを何でも聞くっていうのはどうかな。もちろん。よし、受けた。お兄さん、承認になってくださいね。じゃあ行くよ、操縦。それじゃあ、スタート。あ、操縦、待て。よーし。操縦、そんなにスピード出して落ちたらどうするんだ。大丈夫よ、サラちゃん。それより急がないと掃除が勝っちゃうよ。それスタート。こっちも。しゃべるな、下噛むぞ。もう少し。ダメだ、重さの違いでスピードがこれ以上上がらない。褒められちゃった。それじゃあ、サラちゃん。分かってる、負けは負けだ。何をしてもらおうかな。うん、何がいいだろう。いいえ、これは神聖な勝負の結果ですから。そうだ、これが勝負の結果だ。ダメです。そうはいかないんです。操縦、許して。ダメ。何してもらおうかな。操縦、どうしたら許してくれるの。それじゃあ、お兄さんを掃除にくれる？サラちゃんはもうお兄さんに会っちゃダメ。え、私は。お兄さんに話しかけちゃダメだし、声も聞いちゃダメよ。それでもいい？操縦、もう何もしないから、何もしないから。
は本当にごめんなさい。サラちゃん、小さい頃からいつも掃除のことばかり考えてくれて、でも掃除に遠慮なんかしないでサラちゃんの本当の気持ちを言ってほしかったの。うん、掃除は世界で一番お兄さんとサラちゃんが好きだもの。あ、サラちゃんだ。サラちゃん、お兄さんに乗馬教えてあげて。あ、うん、よし乗ろうか。